健二先生の本番組初登場です。佐藤先生のお父様は故佐藤清三郎先生、政治学の分野で重きを成した方ですが、学問の本質は弟子が師匠の主張を乗り越えて過去のものにすること、すなわち親の否定であると常々説いていたとか。これを受けて佐藤先生は政治や社会の動向を一種のドラマとみなし、作劇術の方法論を応用して分析するという独自の手法を開発、鋭い批評を展開して論壇で注目されました。現代日本人には自殺狂の気味があるとはご存知、西部先生の名言です。しかし佐藤先生は現代のみならず明治以来の近代日本が定期的に自滅願望に駆られる運命にあると考えているようです。西部先生、さぞほくそ笑んでいることでしょう。しかし世代間の対立こそ学問の本質であったはず。この対談どんな展開を見せるか楽しみです。ちなみに佐藤先生、自分の意見を言葉ではなく体の動き、つまりダンスでも表現できると主張しています。そのダンスは肉体の言語であると、はい、というご主張ですね、はい、じゃあのっけから恐縮だけども Will you dance? Yes, I will. ではよろしくお願いします。この番組はエバーライフの提供でお送りします。
ありがとうございました、うん、どうもおさまさまでした。いや僕はね実は恥ずかしがり屋で踊ったことがない。いや先生の文章には精神の躍動があります。あれは一種のダンスです。ただね運動神経はね、うん、結構発達してて、東大に入って体育の授業一度も出なかったのに現場に出ないきゃ卒業させないって言われて走ったらね時計壊れてたと思うんだけど、はい、100m13 秒フラットでね、なんか10人ぐらい一緒に走って一等賞で、それで体育の教師が致し方なく、うん、教養学部からあの学部に送り込んだというまあそんなことはともかくですね、今日はね佐藤先生が今のダンスもそうですけどね、戦後日本とりわけ平成日本のねある種の自滅願望へと引きずり込まれていく、そういう日本人の傾きがとりわけあの東北大地震あたりでね、もう今やクライマックスに対して顕在化しておると。私は、まあ、この本をまあ20年ちょっと前に出してそれで本格的に評論の活動を始めたんですが、あの現実というのを一種のドラマと見なすと、つまり人々は自分たちが生きている世の中について納得のいくこう説明が自分たちで欲しいと、その自分たちの世の中がいい方向に向かっているという物語を信じて生きていきたい、逆にそれ信じられなかったらちょっと生きてても張り合いがないという特徴がありますから、現実に一種守備一貫したものの起承転結を求めるわけですね、ですからそれが破綻していくとやっぱり世の中おかしいということになって世の中変えなきゃいけないって話にどうしてもなってくると、となると現実の動向を理解するにもそういうフィクションの分析あるいはフィクションの構成に関するつまり作劇術というのの概念は応用が効くはずで、最近あの提唱したいのがあの震災ゴジラ、ゴジラってこの種類でいい、ですね、2種類あるんですが有名なゴッドジラGODZILLA です。あトカゲの神様って意味なんですこれね。あちょっと書いて、はい、うん、あこれが普通のあれです。ああそうなの、へえ、はい、面白いことに東北には特に福島県にですね、ゴジラという方言がありまして、これ設備語なんです。丸ごと全部という意味です。箱ゴジラ持ってこうっつったらですね、はい、箱ごと全部持ってこいって意味なんです。皿ゴジラ食うなっつったら要するに料理独り占めすんなっつってわけです。あその東北弁っていうのはあれ、はい、縄文語のつながりなの大和語よくわかりませんが、福島県の相馬地方、実は福島第一原発のある双葉区のすぐ北のところにそういう方言があると。しかもゴジラの特撮やった有名なあの円谷英二さんという方もおりますが、実は福島県出身、もしかしたらここからゴジラという名前が来ているのかもしれないと。今回の地震がもたらしたいろんな意味での社会的思想的な影響を丸ごと全部捉えようというのが、つまり震災ゴジラという概念なんですが、その際にこの怪獣の方のゴジラという概念を入れないと理解できないものがあるのではないかと、それでまあ二重の意味を込めてゴジラと言ってるわけです。なるほどね、そういうことか。社会的な人間の言語活動を見るということについて、いわゆる社会科学的方法論だけでは、あの今生きている時代や社会の本質を理解するで不十分じゃないかという問題があると思っているのは、まず分析する人自身が時流に影響されやすいと。実際あの世の中のいわゆるメディアが取り上げるのもその時々に人々が関心を寄せていることが、まあ、もっぱらなわけですが、それイコール必ずしも現実を理解するで重要なことではないわけですね。どうしても時事評論的な分析というのは今人々が関心を持っていることを優先させてしまうと。それがまあ本質的にあるかどうか二の次であると。かつて1970年代に日本の自殺という本が出まして、これはあの当時随分話題になった本で、去年また復刊されましたが、あのこれらが非常に鋭い分析であるのは当時言われましたが、今読み返してみるとこの頃って終末論が非常に流行ったんですね。環境破壊やら核戦争やら人類はこのまま滅ぶんじゃないだろうか。西暦何年？1975年です。ああそう。ちょうどだから日本沈没とか石油ショックなんかが流行った頃で、なんとなく世の中このまま終わっちゃうんじゃないだろうかという雰囲気が社会に強くあったわけですが、その影響を受けたんですね。ですから日本の自殺と言ってますが、どこまでそれは客観的な視点に基づいたものかと。そもそも終末論の影響を受けてそういうふうに目の前の現象が見えてしまうんじゃないかと、それがちょっと疑問としてあるわけです。社会にはですね、その時々に応じて何も疑問を持つまでもなく自明に正しい、あるいは自明に悪いというものが存在します。かつてですね、あの日本の左翼ないし進歩的文化人がですね、保守とか保守反動
というとですね、これはもう自明に悪いんですね。悪いもの、間違ってるもの、よろしくないものであると。で、なぜ悪いのか、どこが悪いのかってもう考える必要がないのであると、そういうことになったと。今度は保守派にとってですね、左翼、これはあの漢字じゃなくて片方まで書くわけです。左翼と書くんですよね。とか戦後とか言うとですね、これはもう自明に悪いものであると、もう丸ごと否定して構わないのであると。いや、左翼や戦後にも見るべき点があるんじゃないかっていうのは、そんな考える必要はないという話になってしまう。あるいはこれはもう民主代問わずなんですが、改革というと何やらこれは自明に良いものであると、良い結果をもたらすはずであるという何やら変な先入観があると。改革したって失敗することあるんじゃないでしょうかっていう、当然あるんですが、いや、失敗したらまたやり直せばいいんだと、手間暇費用について何も考えずですね、改革とくるとこれも自明に良いということになってしまう。こういった自明とされてしまう概念に逆らうというのは非常に難しい問題まして、途中でね、あそこさんね、17世紀になるのかな、フランシス・ベーコンっていうね、人がいてね、イドラってね、イドラって幻影って幻って訳すのかな、一つは種族のイドラでね、これはみんながね共通に抱いている偏見ね、それから洞窟のイドラって多分はその個人がね、どこか引きこもって思っている勝手な思い込みね、それからね、これあれなんで市場じゃなくて市場なんだけど、これはその世間のなんて噂話などで見られるようなまた思い込みね。最後は面白いんですけど、ちょっとこれ劇場っていうんですけど、舞台ってことですね。これ実は学者のことなの、つまり大学の講談とか学会とかね、私が思いますにとかって言ってね、そういう学者がね幻をね、劇場のイドラって言ってね、あれ17世紀ですけどね、あれから何度も400年以上経ってるけどね、400年か、凄まじいね。今やもうイドラのおば、簡単に言うとお化けですけどね、どうぞ。イドラに引っ張られすぎると、はい、物事はこうあってほしいとかですね、いや、こうあってくれなきゃ困るという願望です、と、物事はこうなるはずだという、これ分析ですね、これはごっちゃになっちゃうんです。今例えば、今の政権のもとで日本はなんか非常に良くなるはずであると、と言ってるのは、実はよく考えてみると、いや、良くなってな、もらわないと困るというだけの話かもしれないんですが、そこはそれイドラにはまりすぎると、そこの違いが見えなくなってくると。ですから、そのよく言うのは、こう政権交代などがあるとですね、その新しい政権を支持するいわゆる隠蔽と言われる人々が悲喜の引き倒しをやるという非常に困ったことが起きてしまった。そこはむしろ幻を現実と取り違えちゃったことの時にこういうことが起きるわけですが、逆に言うと、そもそも現実というのも一つのフィクションであると、幻であると、割り切ってみたら逆に現実がそのまま見えるんじゃないかと、そういう発想でやってまいりました。そうなんですよね。よくさ、制度が悪いとかって言うけど、実は制度、インスティテューションって言葉もね、佐藤さんのような解釈すると、昔アメリカに20世紀の初めにね、ベーブレンって人が言ったインスティテューションっていうのはね、頭の制度なんですよ。じゃあみんなが思い込んでいる、あれは当たり前のこととして振る舞っている、まあ言ってみればあれですね、習慣ね、習俗の、まあそういうことも含めて、それをね、制度って、制度学科っていうね、学科まで経済を作ったんだけど、だからね、制度改革なんちゃって言えばそれいいんだけど、それは自分のお罪のね、それどう改革するかって問題だけど、ところが世間見たらみんな自分のお罪だけが健全だと思って、あれやこれやと処方箋出してる。これが行き過ぎると待ってるのが、つまりメンタルインスティテューションというところでございまして、特に日本語では申しませんが、戦後日本、まあ、近代日本全般なんですが、非常に気になることがあると、つまりこの国はまず明治維新の時に自国の在り方どうするのか、本当のところを筋通さないまま新しくスタートしちゃったんですよ、結局最初上位だ上位だと、もうその外国人に追っ払えって言ってた連中が、まあ、実際にやってみてできなかったっていう致し方ない事情はあるんですが、そこはコロッと変えて、これからそれはもう文明開化で西洋の文明を学ばなければいけないと、で一応まあ言い訳はつくんですけど ね、これは戦術であると、先開国後上位という、先に、ね、もとに敵の方法論を学ばなかったら勝てっこないからっていう話なんですが、そこまで敵の方法論を学ぶと、否定すべきものに自分がなっちゃうんじゃないかという問題が残るわけですね。
戦前の日本は欧米諸国に対してじゃあ実際どういうスタンスを取るのか、彼らと同化して、まあ、あわよくば欧米列強の一員になって、うん、で残りの世界を支配するグループに入るのか、あるいは支配されてきたグループの代表としてこう反旗翻して世界の秩序をひっくり返すのか、実は両方あってどうバランスを取っていいか分かんないまま、まあ、やってきてですね、ついにそれが収拾つかなくなった時にあの昭和の大戦争に突入すると、うん、そうね、明治進行って言うとね、本当にね、あの夏目漱石大病患って明治の末ですけどね、これ文明開化の開化についてね、講演して必死でね、日本のね明治進化のやつはあれ、ね、外発的だっていうのね、これつまり外部から外から触発されるってことでしょうね、うん、もっと分かりやすく言うと欧米に適応することね、それをもっぱらにしている開化に過ぎんと、うん、このね明治は いずれ由々しきね事態に立ち至るのではなかろうかっていう、うん、漱石がね異界をやったで地平と山ほど吐いた後でね、あちこち必死で講演してありたけど、その声は誰にも届かなかったということなんです、まあ、あの夏目漱石の代表作に心ってありますが、あれは要するに日本人はだんだん自分の心が分かんなくなってきてるんじゃないかということを言いたいんじゃないかと私は思ってます。それからねほぼ1世紀ですからね、そうです、敗戦という巨大な挫折があって、うんうん、戦争末期日本はまず本土決戦やると、うん、本当に最後の最後まで戦うと言いながら、うん、まあ実はコロッと降伏しちゃうわけですね、うん、でしかもその後鬼畜米英なんて言っておきながら、うん、勝ったアメリカに今度すり寄って、うん、それで新しい国を作ると、うん、再び自分の在り方に筋を通さないまま出発したと、うん、私はその戦後日本はまあ基本的に経済的繁栄を追求するという方法論でやってきて、うん、まあ、少なくとも1980年代ぐらいまではそれが目覚ましい成功を収めたというのは事実ですが、この経済成功の背後にもこう敗戦の時に自分たちが言ってみりゃ筋の通らないことをやったという、それを隠したいという意味合いがあったんじゃないかと思ってます。自分の国が豊かになることに文句つける人ってまずいないわけですよね。ですからまあこれだけ繁栄してんだから、まあ都学のことがあったっていいじゃないかと、そういう発想である意味頑張ってきたからこそ、ちょっとみんなびっくり、世界のみんながびっくりするような 120% の経済的成功というのを収めることができたんじゃないかと、うん、ただこの方法論というのは遅かれ早かれ行き詰まると、うん、っていうのは日本の発展そのものが周囲の国との関係を変えちゃうからです。 そうね、それプラスね、あの高度成長1950年代半ばから始まったけどね、ああいうものをこう指導したのはいわゆるその戦中派なんですよね。ところが、ね、戦中派は、ね、こんな風に言い逃れていた。アメリカにスコッポンやられたことに対する悔しさとか、ね、復讐がないわけでもないんだけれども、もちろん武力その他では太刀打ちできないでしょ。それでね、自分たち生き残った人間たちが戦中派の思いをね、経済的サクセス成功でね、少しは実現するんだっつってね、高度成長に乗り出したと、うん、でも変ですよね。やっぱりさ、社会っていうのは別に金だけじゃないね、防衛もあれば文化もあれば演劇もあればダンスも何でもってあるんだからね、やっぱそれある程度トータルに構えた上でね、日本民族ね、アメリカごときにさ、蹴散らかされるもんじゃないんだっていうふうに構えないとね、うん、それはね、戦中派の思いをね、お金稼いだから戦中派もなんていうふうには結局はいかなかったんだね。それが如実になったのが昭和が終わって平成に入ってから。ところが困ったことに、もともと出発点において筋の通らない振る舞いして出発した、うん、そしてこれまでのことは全部悪かったんだと、うん、これまで全部はこれも否定していいんだと言って始まっちゃった人々は行き詰まってくると、またそれをやりたくなる、うん、これをですね、言葉があるんですよね、哲学史の言葉で、あの英語では The Mist of the Clean Slate って言うんですが、日本語で言いますと、ご破産で願いましては神話ってです。そろばんと同じです。全部ご破産にして、今のシステムチャラにして、はい、一からやり直すのが一番良いという発想です。これでいいの？そうです、クリーンスレイト、これ全部拭いちゃうってことです。ああ、そういうこと。いろいろ書き込まれた黒板を全部拭いちゃって、真っさらにして出直すのが一番正しいと。ですからご破産で願いましては神話って言うんですが、これをやりだすと大変なことになると。つまり世直しをするつもりなんですが、まず最初にやるのは今あるシステム全部壊すことなんですよ。で、壊すということが何やら現状に風穴を開けるとかいうことで、それだけ何やら自分たちが建設的なことをしているという錯覚にされると。そう気がついてみるとですね、本当に建設的なことは何一つしないままシステムは全部壊れちゃって、それっきり近代日本、特に戦後日本というのは、まあ巨大な破局から出発して
その破局からはあんまり直面せずに目そらして進んできたがゆえに、土壇場に来るともう一回その最初の破局に戻るようなことを繰り返すことがあるんじゃないかと。いわゆるね、近代っていうか近代主義そのものはね、フランス革命でもまあ100年後のロシア革命でもいいんですけれどもね、要するに過去というものを全部そのご破産にするという意味での近代的な意味での革命ね、大変革っていうかな、しかも急進的なね、短期間に大変革を起こすということは過去を全部ご破産にするという、まあ、それが結構もてはやされているわけですよ。つい先だってまでね、あ、日本人のインテリなんかね、パリ祭ってやってたな、あれは7月何日か忘れたけど、14です14か、はい、要するにあれ何て言ったっけ、バスティーユ監獄を襲うところからフランス革命が始まるわけ。7月に来るとね、日本人の最悪インテリたちがね、もう1789年のパリ革命をやってさ、パリ祭なんちってフェスティバルやってたもんで、ところがな、ちょっとその本、有名なフランス革命の小説ってリフレクションだから反省ってかな、過去を振り返るって意味ですけどね、それがね、フランス革命の翌年ですよね、出たのね。そうです、革命祭。フランス革命ぐらいひどいものはないっていうことをイギリス人ですけどね、60前後だと思ったけど、老屈に鞭打って、今で言えばもう70いくつ、僕の年頃でしょ多分ね、それを書いてね、そういうものが日本に一切入ってこなかったの。まあ、私に翻訳させていただいたんですが、それをその佐藤さんが今度訳してね、この前の翻訳は名前言わないけど有名な人訳したんだけど、ものすごく読みづらかった。ただ多分佐藤君訳したんだから読みやすいと思う。 ありがとうございます。視聴者の皆さんお帰りなさい。フランス革命だけじゃなくてですね、この今回の震災についても、実はなんかこれが物事がいい方向に変わるきっかけになるはずだっていうのが随分あったわけです。まず最初に言います、第二の敗戦ってみんな騒いだわけですが、なんかこれによって日本人のこれまで抱えてきた戦後のこの心の垢が洗い流されるとか、いや戦後というのはこれでようやく終わって、これから最後震災の後とかいう新しい時代が始まるとかですね、不思議な議論がいろいろ。しかもその最後の世界においては、例えば中国や韓国といった国々が、要するに戦後はもう終わった以上、ああいう国々もいわゆる歴史カード、歴史認識の問題で日本にイチャモンはつけないだろうか。調子のいい話だね。福島原発の事故があったからには、日本は脱原発のみならず核廃絶についても世界の先頭にもう一回立てるだろうとかですね、何やら今回の地震で日本人が偉くなったかのごとき議論をするってのは結構あったんです。これはですね、主観的な思い出でしょう。つまり東日本大震災っていうのは、それはもう大変な災害であって、被災者の方々にはご同情申し上げるんですが、しかしそれは単なる地殻変動であって、それによってその日本人がモラル的に向上したとか、戦後の問題点が突如としてなくなるとか、そんなことが起きるはずがないにもかかわらず、なんかそういうことが起きるかのごとき言説が実際に結構流行ってしまったと、これはやっぱりご破産で願いました神話なんですね。敗戦の年、小学校1年でしょ、あの時もそうでしたね。要するに軍国主義日本はね、もっと言うと天皇主義日本はご破産されたと、アメリカの90万人の非戦闘員を殺戮した大空襲で原爆によってね、で新しい時代が来たってね、さあ、なんか本当みんなしてこう45度、これ昔ね、ごめんなさいよ、演劇青年と少女をからかすわけじゃないんだけど、進撃ってのあってね、進撃の最後の場面はだいたい45度上を見るんですよ、あの主人公たちが、ね、つまりご破産の世界に希望がね、こう希望を見るときに45度前方を見上げるっていうところで幕が降りるっていう進撃が、日本は明るいとこやる、そういうことだったんだ。まあどうぞ。ただこの問題は、破局が起きて世の中が良くなるっていう発想は、それで世の中が良くならなかったら、もっと大きな破局が来なければならなくなる。だからある意味、破壊が破壊を呼ぶという非常に悪しき悪循環が生まれてしまうと、そこら辺に今の日本の抱える問題があるんじゃないかと思うわけです。カタストロフィーね、破局ね、それを願望してしまうと思うんです、この番組はエバーライフの提供でお送りしました。最高と紹介で現代日本人だかなんかには自殺狂の機微がある、それね、僕正直言うけど僕のセリフじゃないのね、イギリス人のねチェスタートンがね、要するに自殺狂の機微、機微ですかテイストですかね、なんかそれ言った時の話は多分こうだったの。人間の精神があるでしょ、人間の精神、まあ仮に言葉肉体も含めていいんですけどね、人間の心身のね、この根底にはね、
やっぱ過去から引きずったものがあるはずだと、うん、ところが先ほどのね小破産か、はい、小破産でもって過去というものを切り捨ててしまうとね、自分のおつむも体も含めてね、うん、何かこう言ってみればそこが抜けてしまうと、結局ね過去を破壊することは自分自身を滅ぼすことだって簡単に言うとね、そういうことをね知ったと思わせて、現代人には自殺狂の気味があるとこう言ってのけたんだけど、それをですね次の章は多分佐藤さんがね、平成日本人には自滅願望の気味どころか顕著なる気配があるという、そんなことかな。はい、